そのまま使います。はい、宮野八九、違うタイプのポケモンを3枚まで選んで手札に加えられる。ムーバーをムーバーで進化します。はい、ミスタードリーに9個、さあちょうど乗ってるってことがムーバー味が見えてますよ。なぬヤッポニー第10号です。チコニートです。はい、今回は対戦動画をやっていくんですが、はい、まあ、この度10月10日からポケモンカードジムにてジムバトルと診断バトルに参加した方に配られる夏面の八九というカードと、はい、ムーマージというカードを使った対戦動画をやっていきたいと思います。はい、まあ、僕は今回ムーマージを使ったデッキを使います。はい、僕は夏面八九を使ったデッキを持ってきました。はい、早速対戦の方やっていきましょう。はい、はい、今回シャッフルはお互いストップと言って止めていきましょうか。はい、わかりました。まずお願いします。ストップ。はい、止まりました。はい、じゃあストップで。はい、7枚見ます。はい、バトルスタート。マイカとミュート&ミュージックス、1枚引きます。手札から呪いのお札をマイカにつけます。ほう、そしてデレネジエクス出してデレチェンジ。お、早い、さすが。これで、まあ、ギラティナなんか落としつつ、はい、ドラパルト V 出します。はい、なるほど。基本超エネルギーをつけます。はい、これでバンを終了します。はい、1枚引きます。はい、ミステリートレジャーで博士の研究を探しします。はい、ジラチジエクスを持ってきます。おお、ジラチジエクスそのまま出して、サンドミジエクスの超弱点がなくなります。しっかり入ってますね。はい、でポケモン入れ替え、ジラチジェクスを前に出しまして、超エネルギーをつけておきまして、はい、ここで博士の研究。はい、ミステリートレジャーでソルガレ&ルナーラをトラッシュします。はい、でこれがマイカで、マイカをそのまま出しまして、本当のエネルギーを張ってジラチジェクス星探し使います。自分の山札からエネルギーをね、1枚超ポケモンにつけられるという効果です。ミュート&ミュージックスつけまして、はい、どうぞ。じゃあ1枚引きます。じゃあ今手札5枚なので、サポートエリカのおもてなしを使用します。はい、3枚引きます。3枚。はい、じゃあ手札からピアノ盛りを場に出して、はい、本当のエリカと一緒にトラッシュします。ビッグボールで、はい、マリーをトラッシュします。はい、エネルギーエクスを持っていきます。はい、バトル版のマイカをカラマネロに進化します。はい、じゃあ、デデンネに風船をつけて、はい、1回ポケモン入れ替えしよう。はい、で手札から基本超エネルギーもつけてあげて、手札のデデンネジエクス出るチェンジ。はい、6枚。はいはいはい、じゃあベンチにムーマを出します。ムーマ来た。ミステリートレジャーで、はい、クイックボールトラッシュして、ドラパルト VMAX で、ドラパルト VMAX、そして進化、進化で呪いの札をドラパルト VMAX につけて逃げます。はい、ドラパルト VMAX バトル場に出て、はい、技ダイファントムで、おお、前が弱点なくなってて130ダメージ、130ダメージ、ダメ感5個がベンチ、マイカに4個、ミュート&ミューに1個で、はい、1個、はい、これで番終わります。はい、ちょっとこうなるとジラチがベンチにね下がったところでダイファントムの圏内になってしまいましたね。なかなか詰められたんじゃない、なかなか今食らった気がしますね。なん、タックコール使います。はい、タックコールということは、はい、夏目&八九1枚持ってこれるとゲンガーのミミック、うん、はい、できます。そのまま使います。はい、夏目&八九追加効果月5枚、トラッシュ、お、一気にトラッシュ、一気にトラッシュ、まず基本エネルギーを2枚、うん、手札に加える、2枚加えて、さらに違うタイプのポケモンを3枚まで選んで手札に加えられるということで、強いですねこれ。5枚がね、条件厳しいですけど、うん、決まればかなり豪快ですね。豪快なことができるんじゃないでしょうか、うん、でなんとこのデッキは夏目&八九とに合わせて、うん、タイプ違いのマイカを1枚入れておきました。本当だ、超タイプカラマネロ、雷タイプデデネジ X、 アクタイプマイカということで、はい、はい、カットします。じゃあストップで。ストップ、ドン。いや、いいですね、いい展開ですね、いい展開ですね。ちょっと結構ピンチだけど、でもこれは見せたかったまずカラマネロに進化、マイカでエネルギーをあります。
ここで出れんねん、出てチェンジ、これがやりたかった。いや、いいですね。夏目アンドハチクからのデデチェンジやりたかったです、うん、県内入っちゃってるジラーチにお守りを、うん、おー強い、大きなお守りをつけて回避、うん、さらにお守りが2枚引けたので、うん、1枚絡まねろ。いや、どっちも守られたし、これで大ファントムから危ない。本当のうねり、うわー、確かになんかデデンネがいい仕事しました、うん、ここでサイコリチャージを、うん、ミューツ&ミュージックスに使います。ジラーチを逃がしてミューツ&ミュージックス前に出ます。今ちょっと自分的に卓が2個あって、はい、ナイトウォッチャーで手札をゼロにするか、うん、スターシールド GX で、うん、一旦ミューツ&ミューを次のターン無敵にするかっていう卓があるんですけど、ここはスターシールド GX でいきましょう。おスターシールド GX、これ100ダメージですね。はい、で次のはミュート&ミューにまずのダメージは効果を与えられないということですね。そうですね。じゃあ1枚引きます。はいはい、ムーマをムーマージに進化します。はい、きた、絡まねろ、サイコリチャージで、はい、はい、ムーマージつけます。じゃあここで、はい、スターシールド GX スカシになっちゃうんですけど、ボスの指令で、ああ強い、ずるいぞ、呼ぶの絡まねろでお願いします。絡まねろが倒される。そして、トラッシュから特性を使います。ギラティナ、はい、破れた扉で、はい、出します。ミューツ&ミューにダメ感1個と、1個ギラティ X に1個置きます。ギラティ X に1個、5個、圏内、うわ、まさか、そういうことか。これで大ファントム、ここ130ダメージ、ここに5個乗せます。うわー、マジか、お見事っす。どうできないですかね、3枚取り、いや、強い動き。これでカラマネロとギラティ X が倒れますと、うん、3枚取ります。はい、7、すごいな、強いぞ。ミューツ&ミュージックスを前に出しまして、一応引きます。ジュン、なんか毎ターンピンチだな、クソ。カラマネロ進化、ここで博士の研究を使います。はい、トラッシュ、こちらもギラティナを落とします。とりあえず2体目のミューツ&ミュージックスを出します。風船をつけておきます。太鼓リチャージでエネルギーをミューツアン、後ろのベンチのミューツアンゲームにつけます。ドラパルト VMAX は倒したいので、うん、エネルギーを引きに行きたい。まずプレシャスボール、はい、出れんねん、持ってきます、はい、でクイックボールでグズマンダハラをドラッシュ、メタモン持ってきます、うん、はい、ミステリートレジャーでシラノアンドカテロ、カトレアをドラッシュ、うん、はい、アーゴヨン GX を持ってきます。いっぱい持ってきました、いっぱい持ってきました。こんなに持ってきたのはエネルギーを引きたいから。ですね。はい。メタモンを出します。お、これはもう大ファントムで倒されるということではなく、もうこの場でこいつを倒すぞってことです。そういう意思表示です。で、ここでデデチェンジ。アブヨン GX をトラッシュに落として、はい。6枚。エネルギーが来るのか。エネルギーが来なかったらもう最悪だぞ。トゥー、きた、じゃあホラー超エネルギーをミューツ&ミュージックスにつけます。4つ目のエネルギーがつきました。つきましたね。ということでコズミックバーン、はい、これは230ダメージ、230ダメージで倒す、倒されます。サイド3枚、呪いの札の効果の処理があるので、そうですね、いやこれ実はメタモンプリズマスは倒せるんですけど、ちょっと作戦があるので、はい、ミューツ&ミュージックスに全部4個乗せます。全部4個、風船ついたデデネジ X 出します。はい、どんな作戦なんでしょうね。いやでも本当普通にメタモン出したのミスでしたね。じゃあ1枚引きます。はい、負けがちですね。でここでね、はい、相手のサイドが3の時に輝くデプスボムのズガドーンを出します。なるほど、なるほど、ズガドーンが入ってるんですね。超エネルギーをつけて、はい、サイコリチャージで、はい、わあ、なるほど、そういう奇襲要因が倒さなかったですね。はい、スガドンに2個目のエネルギーをつきます。で、博士の研究使用します。はい、ムーマとドラパルトウェイガンツと出して、はい、クイックボールで、はい、絡まないでトラッシュします。はい、一応ドラパルトウェイ持ってきておいて、はい、風船をギラティナにつけておきます。はい、はい、じゃこれでデデネジェクス逃げます。はい、じゃあとデプスボムで、はい、本来であればダメカは4個好きなように乗せるんですが、相手のサイドが3枚の時は12個好きなように乗せられるので、ミューツ&ミューに3個、そして後ろのカラマネロに9個乗せます。9個、なるほど、でカラマネロが9個なんで気絶ですね、気絶ですね、すっ
1枚くれます。はい、でさらにミスアンドミニ9個が乗ってるってことが、メモ味が整っちゃいました。ここが見えちゃいますよ。なぬ、これ難しいな。1枚引きます。とりあえず絡まれる進化します。クイックボールでマリーをドラッシュします。持ってきません。クイックボールでリセットスタンプをドラッシュします。で持ってきません。ここでスタンプを切ったな。マリーをするためだ。なるほど、はい。ホラー超エネルギーを後ろのミューツアンドミニに浴びまして、さらにサイコリチャージエネルギーをさらにここにつける。風船をつける。風船つけて前のミューツアンドミニも風船がついているので逃げます。出します。無傷のミューツアンドミニが出てくる。はい、これでパーフェクションでナイトウォッチャー。はい、4枚真ん中の2枚。真ん中の2枚ドンドン。いや、サポートが持ってかれちゃったぞ。なるほどなるほど。で倒されますね。はい、再度どうぞ。じゃあいただきます。はい、じゃあお願いします。ストップで。はい、いや、これピンチですかね。いや、これね、やばいんですよね、うん、で、レンネをバトル版に出します。はい、はい、1枚よいしょ。お、あれ、おい、いったんじゃないか、これ。お、なんだなんだ。サイコリチャージを使用します。はい、ムーマージで。ムーマージ、ムーマージ、ムーマージ。あれ、ムーマージでこれ来るね。ムーマージで来るね。ムーマージバトル版出ますね。いや、無傷だから出ますね。無傷だから、うん、ボスの試練トップから来ました。いや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 、そのダメ感9個乗ってるミューツ&ミュージックスをあれ呼ばせてもらいます。ムーマージを倒しておくべきだったんじゃないか、これは。確かに。あれ、打ちますか。はい、クランのたたり。あー、ダメ感9個乗ってる。はい、ちょっと乗ってます。気絶させます。気絶します。パクン、気絶します。最後取って、はい、ズメカード勝利。イエーイ、お見事です。いや、うまいこと勝てました。はい、なるほど。途中結構ダメ感をうまく乗せなきゃいけなくて、ハードル高い試合だったんですけど、はい、まあ、最後間に合ってくれてよかったですね。お見事です。見事。チカイタさんの夏目アンドハチクもかなり強力なタイミングで決まって、はい、そうですね。マイカがアフタイプだったりしたのもかなりいいですね。そうですね、ちゃんと見せたい動きは見せるながら、まあ負けてもいいかな。まあ僕も見せられてよかったですね、マイカの時。はい、はい、こちら新カード2種は改めて、うん、ポケモンカードジムのジムバトルや診断バトルでゲットできますので、はい、皆さんふるってイベントにご参加ください。はい、今日の動画が面白かった方はぜひチャンネル登録をお願いします。それではまた次回、バイバーイ。バイバーイ。